エグザイル、三代目 J ソウルブラザーズ、岩田剛店。エグザイル、三代目 J ソウルブラザーズの岩田剛店が、主演する日本テレビ系ドラマ、崖っぷちホテル、毎週日曜夜、10時30分のオフィシャルブログが23日に更新、メガネを、かけたインテリうかいさんとメガネなしの笑顔満開のうかいさんを公開し、ファンから反響を呼んでいる。同ドラマは破産寸前の老舗ホテルを舞台にした痛快シチュエーションコメディ。謎の訪問客宇外直也を岩田ホテルの新米総支配人桜井佐奈と田エリカが演じるほか、くせ者の従業員役として浜辺美波、中村治なり、クッキー、野生爆弾、チャドマレーン、佐伯大地らが出演する。ブログはインテリうかいさん公開と題して更新されており、こんにちは第6話で自治会長後藤さんのことを話し合っている時のうかいさん、いつもと違いましたよねと5月20日放送の第6話を振り返ると、そう、メガネこれがあるだけで、いつ元印象がかなり変わりますねと綴り、真面目にスタッフの話試合を聞くうかいさんとメガネをかけた岩田のオフショットを公け開けした。さらにスタッフはメガネより笑顔満開のうかいさんが好きなんじゃというあなたにはこちらと、メガネなしの笑い顔ショットも公開し、可愛い笑顔に癒されて今日も1日頑張りって行きましょうと呼びかけている。ファンからは真剣な顔も好き、素敵ですはどっちも好き。スタッフさんありがとう。岩ちゃんの真剣な眼差しと笑顔で頑張れました笑い、どちらも好きとコメントが寄せられている。日本テレビ系ドラマ崖っぷちホテル第7話は5月27日日曜日夜10時30分放送。噂のサナの兄が登場し、身勝手なモンスター支配人ぶりを知る従業員たちは笑顔でマイファミリーと呼びかける誠一、佐藤隆太を警戒するが、初対面の部会岩田剛店はあろうことかすっかり意気投合。超自由人が総支配人を名乗り出たことで再び崖っぷちに立たされたグランデ、インブルサに本当の大逆転の手立てはあるのかという展開を見せる。